始まりましたポケモントーナメント救急カップスーパーボール、熱い声援に囲まれ今バトル開始です。さあまずは、おっと特殊能力がダウン、さあ対するは、よし当たった、さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。ここでサイコキです、いい当たり、あっとダウン、さあ次はどのようなポケモンを出してくるのか、ここでバリアードの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2、まだまだ勝負の行方は見えません。さあ今度はよし、おっと電磁波、おっと麻痺してしまった。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。さあここで、おっとこれはいまいち、さあこの場面で、あーっと氷漬けになってしまった。この氷がバトルにどう影響するか、おっと凍っていて動けません。ここで体力回復だ。両者とも大健闘です。おっとここでポケモンをチェンジです。ここでペルシアンの登場だ。こちらもポケモンをチェンジ。ここでアズマ王の登場だ。さあ今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。ここで特殊能力をアップです。さあこれは急所を捉えた。さあ熱いバトルが展開されております。自分のステータスアップに集中だ。さあ今度はいい感じの当たり。さあ激しいバトルです。ここで10番ボルトだ、狙い的中、あっとはっけなく倒れてしまった。残りのポケモンの数に差がついております。さあ最後のポケモンになってしまった。おっとこれでは戦えない。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。ここで特殊能力をアップです。おっと凍っていて動けません。さあ熱戦が続いております。ここでバグミ挑戦、よしピッ、ここでダウンです。ここで試合終了。さあ今度はいかなるバトルを見せてくれるのでありましょうか。
第2回戦です。さて、ここで特殊能力をアップです。ここで特殊能力をアップです。互いに牽制球を投げ合っているといった状況です。さあ、これはよしヒット、自分のステータスのアップに集中だ。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さあ、この場面でよし、まだまだステータスをアップします。さあ、熱いバトルが展開されております。さあ、今度はよし、当たった、勢いのある攻撃、中距離ヒット、一発の攻撃でダウンだ。今のダウンでポケモンの入れ替えが行われます。ここでピクチュウの登場だ。さあ、まるで違ったタイプのポケモン同士の戦い。さあ、ここで急所に当たった。さあ、これは鋭い当たり、あーっと、一撃で倒れてしまった。さあ、使えるポケモンの数に差がついている。ここでオコリナルの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。おっと、張り切っています。おっと、麻痺して動けません。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。さあ、この場面で急所を捉えた。ここでサイコキです。決まった、効果的な当たり。あーっと、あっけなく倒れてしまった。ここで試合終了。さあ、今度のバトルも楽しみなところ、第3回戦です。おっと、いきなりのポケモンチェンジです。ここでヤドランの登場だ。さあ、手始めに効果は今一つのようです。さあ、熱いバトルが展開されております。指示が出揃って、おっと、ここでポケモンをチェンジです。ここで雷球の登場だ。さあ、これはいい感じの当たり。さあ、このポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。ここで10番ボルトだ。狙い的中。あーっと、ダウン。
さあ今度はどのようなポケモンが登場するか。ここでブースターの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。ここで波乗りだ。おっと、このポケモンではまずかったか。おっと、一発の攻撃でダウンだ。残りのポケモンの数に差がついております。さあ最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。激しい攻撃、決まった、効果的な当たり。あっと、あっけなく倒れてしまった。ここで試合終了。